はい、こんにちは、116インズです。いよいよ年末ですが、今月の MLB はというと、今オフの移籍史上最注目選手だった大谷翔平選手、山本由伸選手、さらにはフアン・ソトが来季の所属先を決め、大きな注目を集めましたよね。市場全体としては動きが比較的ゆっくりな感じではあるんですが、まあそこは順調に決まりましたと。で、当チャンネルでもどうにかすぐにリアクションを上げられるよう動画の制作進めてきましたが、ただこれ以外でもぼちぼちレギュラークラスの選手たちも移籍を決め、そこがね、ちょっと動画制作が追いつかずに漏れてしまっている部分も多いですので、今回は今月動画にまとめきれなかった主な動きを、まあご存知の方からすれば今更感もあるかもしれませんが、一緒におさらいしていこうかなと思っています。はい、まずは今月頭に決まりましたヤンキースとレッドソックスのトレードから。ヤンキースがレッドソックスの外野手アレックス・バーデューゴを獲得し、見返りとして3人のピッチャーをレッドソックスへ送っています。 MLB を代表するライバル球団同士のトレードとなったわけですが、バーデューゴ獲得はちょうどヤンキースが外獲得を発表する直前に成立したトレードでして、立て続けに外野補強を行った形となりました。外のトレードの時にもお話ししましたが、コンフのヤンキースは打線が補強ポイントの一つで、特に外野手はジャッジとそれ以外のレベル差が激しく、ジャッジの WRC プラス174に対して、ジャッジ以外で今季100打席以上に立ったヤンキースの外野手の WRC プラスが74しかないような状況でしたが、2人の獲得である程度そこの対処はできたのかなと。バーデューゴはプロスペクト時代の期待を考えると、いまいちバッティングが開花しきっていませんが、ヤンキースでそこが変わるといいですよね。一方でレッドソックスについては、保有権が残り1年のバーデューゴ1人で、3人もピッチャーもらいましたので十分すぎる見返りと言えるでしょう。続いて大型の FA 契約を結んだのがエドワルド・ロドリゲス。 NL 王者ダイヤモンドバックスと4年総額8000万ドルの契約を結びました。今季26先発で防御率 3.30、 ベースボールレファレンス算出のウィンザーオールプレイスメントで 3.5 を記録したロドリゲスは、規定投球回に到達した経験がキャリアで1年しかないながらも、基本的に一定水準以上のピッチングが見せてくれる選手ですし、ガレン・ケリーという強力な日本柱がいるチームの3番手としてなら遜色ないと思います。まあそれ考えても金額的にも妥当でしょう。ちなみにロドリゲスは今年の夏のトレードデッドラインを前にしてドジャース移籍が決まりかけるも、その時は家族の問題もあってかトレード拒否権を行使し、移籍が破談となった過去もある選手なんですけれども、数ヶ月経ってついに NL 西地区への移籍が実現。しかもドジャースと地区優勝を争うライバル D バックスへの移籍というのは、なんとも面白いですよね。ダイヤモンドバックスは今月もう一人 FA 選手と複数年契約を結んでいまして、今季チームで活躍したルルデス・グリエル・ジュニア、ダイヤモンドバックスと3年総額4200万ドルで再契約となりました。モレノと共にブルージェイズからトレードで加入した今季のグリエルは、145試合でキャリアハイとなるホームラン24本、ウィンザーリプレイスメント 3.0、 レフト守備でも大きなバリューを稼ぐとともに、初めてのオールスターにも選出されるなど充実の1年でしたが、その1年を締めくくるような契約ともなりました。個人的にグリエルは総合的な攻撃力で平均を大きく上回る存在ではないと思っていますので、もし FA で4年以上ないし総額6000万ドル超えるような契約になったら、さすがに高いかもなと思っていた選手なんですけれども、今くらいレフトを守れる前提だったら、この年数とこの金額ならむしろ安いくらいですよね。ダイヤモンドバックスにとってもいい契約になったのではと感じています。続いてコンフの内野市場の注目選手の一人だったジェイマー・キャンデラリオは、レッズと3年総額4500万ドルで契約。昨年オフにタイガースからノンテンダーされましたが、ナショナルズ加入後見事に復活を遂げ、夏のトレードデッドラインでプレーオフ争い中だったカブスから求められての移籍。2チーム合わせて140試合でホームラン22本、ウィザーオールプレイスメント 2.9 とバウンスバックした今季のご褒美として、レッズからなかなかいい契約をもらうに至りましたね。しかしレッズはただでさえ若い内野手が多いチーム、もともと内野手が渋滞状態にあるところに今回キャンデラリオが加入し、さらに内野手が増えることとなってしまいましたが、そこの整理はどうするんですかね。ジョナサン・インディアのトレード話がまた再燃していますが、インディアを使って投手陣の補強とかは年明けありそうなシナリオでしょうか。念願のスター選手を手にしたのがジャイアンツ。韓国球界からポスティングでメジャー移籍を目指していたイ・ジョンフと6年総額1億1300万ドルの契約を結びました。イ・ジョンフは KBO 通算打率3割4分というヒットメーカーぶりが際立つ25歳の外野手で、ハードコンタクトが決して多いタイプではないながらも、メジャーで2桁ホームランが期待できるパワーはあるともされる選手。昨年オフ以降、ジャッジ、コレア、大谷選手、山本選手とスター選手獲得を相次いで失敗していたジャイアンツにとっては念願のスター選手、メジャーでもスター選手となり得る存在の獲得がようやくできたと。もちろんまずはメジャーのピッチャーへの適応という課題はありながらも、韓国時代と変わらずハイアベレージをマークするリードオフマンとして、ジャイアンツでの活躍も期待したいところですよね。アジア球界からのメジャー挑戦で言えば松井裕樹選手もその一人。パドレスと5年総額2800万ドルの契約を結び、ダルビッシュ選手とチームメイトになりましたね。松井選手は NPB 通算236セーブ、今季も楽天で59試合に登板し、防御率 1.57、 39セーブと長くクローザーとして活躍し、先日 MLB.com のデイビッド・アドラー記者がスピン量が多く浮き上がるような速球や、 MLB では珍しい左のスプリット使いである点が彼を活躍に導くのではないかという記事を出していましたが、 MLB でもゆくゆくは試合の大事な場面を任される活躍
パドレスとしても期待しているはずですよね。ボールの違いですとか、また NPB の中でも投球テンポが遅めの選手とはされていますので、ピッチクロックへの対応も課題としてありそうですが、勝ちパターンもいけるポテンシャルを持った選手としては、まあ契約的にもそこまで高くはないかなという印象ですかね。一方でブルペンは安く比較的掘り出し物を見つけやすいポジションであるのも事実ですので、総額2800万ドル投資した以上は一定以上の活躍はしてもらわないと困るという考え方もできるかもしれません。まあどちらにしても松井選手の活躍には期待したいところです。ここからはチーム単位で目立った動きもご紹介していきますが、今月トレード市場の中心にいたのはブレーブスですよね。マリナーズからケルニックを獲得し、パドレスからレリーフピッチャーのカー、エンゼルスからフレッチャーを最終的には獲得しています。ただその過程で各球団のちょっと契約とパフォーマンスが見合っていない選手を引き取ったりもしていて、で引き取った契約をさらに他球団へ転売するということも結構やっていまして、例えばケルニックと一緒に来たマルコ・ゴンザレスはパイレーツへ再放出、エヴァン・ホワイトについてはフレッチャーらと交換でエンゼルスへ再度放出となっていますし、フレッチャーと一緒に来たマックス・スタッシーはホワイトソックスへトレードとなりました。カーと一緒にパドレスから引き取ったカーペンターはどうにもならずリリースとなっちゃいましたが、まあ、もろもろの契約引き取りで最終的に2000万ドル弱を負担しながら、ケルニック、カー、すでにアウトライトされていますが、フレッチャーをもらってきた感じですよね。まあ、正直ものすごいお得だとは思いませんが、一方でブレーブスは贅沢税の状況も睨みながら動く必要も今夫ありましたので、やれる範囲でチームを少しでも良くしようとしているわけではあります。続いてブルージェイズですね。ドジャースとの契約直前に大谷選手ブルージェイズ行くんじゃないかとあれだけ期待が高まった中で振られてしまって、特にブルージェイズファンのショックたるやなんですが、大谷選手を逃す以前からずっと FA 市場での出費が0ドルでファンのフラストレーションも溜まっていました。そんなブルージェイズですが、ようやく先日 FA 市場で動きまして、今季チームのセンターとして活躍したケビン・キアマイヤと1年1050万ドルの契約、さらに私が今年ニューヨークでピッチングを生で見た内野手 IKF ことアイザヤ・カイナー・ファルファと2年総額1500万ドルと相次いでの契約となりました。キアマイヤは今季4年ぶりにゴールドグラブ賞受賞など、ウィンザーリプレイスメント 3.9 を叩き出し、センターの移籍市場ではベリンジャーに次ぐ存在でしたが、今年とそんなに変わらない年俸で彼を残せたのは良かったんじゃないのかなと。怪我さえなければ年俸以上のバリューは発揮してくれるでしょう。一方で IKF については今季さっぱりでしたので、それで複数年契約もらえるんだなというサプライズはありつつ、2021年2022年2年続けてウィンザーリプレイスメント3以上残している選手でありますので、まあ復活への期待込みという感じでしょうか。まあ正直思ったより値段張るんだなとは思いましたけどね。そして最後、今季106敗を喫したロイヤルズが補強頑張ってますよね。ルーゴと3年契約、ワカと2年契約など、すでに6人の FA 選手と契約を結んでいまして、チームを前進させようという意欲が垣間見えます。ロイヤルズが突如として選手に投資し始めた一因として、 G アセチックケンローゼンタール記者はドラフトロッタリーの影響を指摘していまして、ここ2年間のロイヤルズは全くもって勝てていないにもかかわらず、ロッタリーのあやで今年のドラフトは全体8位、来年のドラフト全体6位と思ったような上位指名権を得られず、タンキングの成果が得られにくくなっているのが1点。また加えてロイヤルズが所属するエール中地区もただでさえ今季優勝したツインズ以外は勝率5割未満だったところ、そのツインズも放映権収益の不透明さからコンフペイロールを削減する意向が伝えられており、地区内に突き抜けたチームがいない状況である点もロイヤルズを積極補強に動かしたのではないかとしています。現実問題として今のロイヤルズが多少の補強で一気に地区優勝を伺えるようになるかと言われると微妙な気もしますが、ただ弱かったチームが強くなろうとしていること自体は褒められるべき行為であると思いますので、この後もロイヤルズの補強には注目したいです。こんなところが今月動画でカバーしきれなかった動きかと思いますが、その他総額800万ドル以上の FA 契約を結んだ選手やトレードで移籍した選手がご覧の通りとなります。年も明けたらスプリングトレーニングへのカウントダウンも次第に始まりますが、まだ移籍市場にはベリンジャーやスネルなどといった大物選手も多く残っていますし、補強ポイントを残したチームも多いですので、年明け以降も移籍市場の動向を当チャンネルで皆さんと一緒にチェックできればと思っています。チャンネル登録のほどぜひよろしくお願いします。ということでこの動画は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。